はい、どうも、お茶です。今日はね、事情があって、会でやりたいと思います。で、相手の ID 見てください。お茶っちゃとか言う。なんか、すげえ俺に似た ID してんだけど、俺のファンかな、もしかして。はい。でね、はい、さっきも言いましたけど、今日は会でお願いします。真の方、なんか今日ちょっとね、やる気ないというか、まあ、会の方がすごい今日やる気あるんで、まあ、ちょっとローテーション的にね、真の2回目のはずなんですが、まあ、これ会の1回目として、今日会やって明日また真の2回目やってみたいな感じで、はい、ということでスレイヤー、あーごめんなさい、いきなり漏れました。やべ、 OK、 投げられる。さあ昇竜こすって OK、 投げれね。今の手だ、ゴミ手だでしたね。これは投げていきましょう。 OK、 これちょっとダストにやめていこうかな。ダストじゃなくてバーストは読まずにそこで使ってくる。はい、ということで着地に雪を刺しまして、 OK ってことで最後のスタン刺さって無事1ラウンド取っていきました。さあ開幕何を読む。足払い、 OK、 足払いで基本勝てるんですよね多分。テーダー読み、OK、ちゃんとテーダーこの距離は見ないと。ああ今の落ちましたね。さあこれよ、これここもう忘れていこうかな。ああダメですね、これここ演出だったら勝ってましたね。うーん、ジャンプ狩りされてくる。でもデッサングル切り返していこう。 OK、 ダーストじゃなくてバーダウン取って、はい、なんかなんで投げられるのそれ。相当投げこすってるなこの人。わかった、起き上がり投げこする人間はちゃんととがめてやりましょう。当たるんかい。うわパイル離してくる、パイル離してくる、パイル離してくる。相当俺のガードが甘いと。まあ当たってたから甘いのはね確かなん。危ね、やってね、よし。投げそれどんだけこすってんの。これ当て投げしに行ったわけじゃないぞ。もうなんでだよ、昇竜が化ける。一回勝ちきり、危ねえ。すいません、ちょっとやばいかも今日。昇竜が波動に化けます。ホカゲーでもこれすごいあるあるだったんですけど、まさかギルティでもなるなと。まあ、ちょっとね集中していきます。はい、で足払いでおそらく勝てるね。さあ日和らずここは演奏を振ってく。さあパイプ離してくる人間なので、ガードしてれば、はいこんな感じでガードしてれば勝手に相手は隙を晒してくれる。なんで下段に当たるんだ。まあ、これ当たるのはわかる。はい、なんかこすってたな、今見えたぞ。あー出なかった。でデッドアングル読み、うわあやってきたのか。うわー投げられていく。OK 勝っていく。うーわマジっすか。あ勝ちたがりバース、はい読まれてる。勝ちたがりバースはダメですね。はあ、おそらく相手足払いにいい加減警戒してくるんでですね、警戒してきましたね。ファイルか、ここ投げかく。あーそうだ、あれダメだ、投げ無敵ついてるんだった。そういえばだからみんなやってくるんだ。減りすぎ、え最悪。今ゲージなくて FD 貼れなくて化けましたね、まあ、攻撃にね。やばいな、何でダメージ取られてる。まず立ち回りで圧倒的に負けてるから、スレイ相手に立ち回りで負けるなんてキャラセット的にはありえない話なんですよね。足払い OK、 パイルまたパナソーズしてきたぞこの人間、恐ろしいな。コパンコスタがダメだった。
投げ。それでも俺ダメージ取られまくってるな。結構話が多い方なんで、前パン出そうぜ今の。はい、何やってんの、なんかやべえ調子悪すぎ。あ、ガチ対セバー、あー下位置出なかった、やばいな、すごい調子が悪い今日も。スランプ続きだ、ファイルだろ。うーわ、今ガードしてたかった。これ投げかく、なんか暴れすぎでしょ。さすがにダスト立ってくる。うーわ、バックステに引っかかったぞ。あーでもおそらくバースト4で、どこ吹っ飛んでんの、謎軌道ですね。もう中段でしかダメージ取ってない気がする。もうコンボミスるしよ。あーもうまた出された、今ので一番漏れです。あー最悪、なんかダメだな今のは。ダメですね、ダメダスト、てかダストに甘いすぎ。どこで割り込めばいいんだろう。やってねって、もうさっきから化けすぎだろう。D ステにはこれが引っかかるから飛ばせる、飛んできたら落とすだけ、それだけ。うーわ、だ負けんのか、発生的に勝てるかなって思ってた、自分がバカでした。はい、これ死んだかな、バカかかるしね。あ、それで死ぬもしかして。はい、死んでいく。ちょっと今日漏れがひどすぎる。漏れがなきゃまあ勝てるか分かんないけど、もっといい勝負できてたかなと思いますね。はい、なんかすごい最近調子悪いなということで、どうしよう、ちょっと調子よくなるまでもしかしたらランクマの動画上げないかもしれません。はい、ってことで今日はねこんな感じの動画になりました。では失礼します。